今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回いただいた内容がこちらですね。いつも楽しく拝見させていただいております。質問なのですが、細ゲージのみで飛びを最大限抑えながらスピン性能をアップさせたくて、ポリとポリのハイブリッドを考えているのですが、どのように組み合わせるか迷ってます。何か良い組み合わせはあるでしょうか。また仮の話だけで、多角形を張る意味ってあるのでしょうか。縦だけならスピン性能が上がりそうなのはわかるのですが、はい、多角形に丸型や違う種類の多角形をハイブリッドするとどうなるのでしょうか。それともし心当たりがあれば、反発力ができる限り控えめで、できればテンション維持がいいか、打感が長持ちする細ゲージがあれば教えていただけると幸いですという内容ですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。今回もこのマインドマップ使って回答していきたいと思います。最初にちょこっとだけ自己紹介させてください。アドブロというブログを運営しているものになります。で、一応これまでタンバリですね、単体で使用したストリングのインプレっていうのは80種類以上ですね、生地として作ってきました。まあ、なので、まあ、人よりはね、ストリングを数多くテストしてきたんじゃないかなと思います。で、今回はですね、そういった経験を、踏まえてですね、細ゲージの飛びとかですね、あとはそのハイブリッドの話などさせていただきたいと思います。なので、まあ、ストリング選びで悩んでいる方はですね、ヒントになるお話だと思いますので、ぜひ最後まで、聞いていただけると嬉しいです。はい、で早速今回の問題ですね、ご質問いただいた中でこういうお悩みがあったなという部分ピックアップしてみました。で、まず一つ目は、細ゲージで飛びを抑えたいんだけどっていうところですね。で、スピン性能をアップさせたいからあんまり飛ばないものがいいというところでした。で、二つ目は、横だけ多角形のハイブリッドっていうのは意味があるのかどうか。そして三つ目は、まあ、2に関連する部分だとは思うんですが、形の違う、例えば丸と三角形組み合わせたり六角形組み合わせたりっていうところで、その形の違うハイブリッドっていうのはありなのかどうか。で、最後は、まあ、実際にその反発力できるだけ控えめで、なおかつ性能維持がいい細ゲージのストリングがあるかどうかという内容でした。で、最初ですね、質問読んで思ったのが結構難題だなというふうに思いました。はい、というのもですね、実際今使ってらっしゃるそのラケットやストリングっていうところがね、わからないので、はい、セッティングがわかりませんので、もしかしたらその、まあ僕なりにね、細くても、まあ飛びが抑えられているものっていうのを一生懸命考えてコメントしているんですけれども、ちょっとね、見当違いな内容になる可能性もありますので、そこはご了承いただければと思います。というのもやっぱり人によって飛ぶ飛ばないっていうところの基準にはどうしても差がありますし、筋力やラケットにも違いがあるので、ちょっと絶対にこれっていうものはないかなと思いますが、はい、一つずつ解説をしていきたいと思います。で、まず一つ目ですね、細ゲージで飛びを抑えたいっていうところからなんですけれども、まあ、なんでかというと、スピン性能をアップさせたいから細ゲージは使いたい、でもあんまり飛ばないものがいいというところで、まあ、確かに細いゲージはね、スピンかかると思います。で、僕も細ゲージ好きで結構頻繁に使っています。でも、じゃあなんで細ゲージだとスピンがかかるかっていう理由を考えるとですね、まあ一つあると思います。二つあると思います。はい、寝ぼけてますね。はい、大きく二つですね。で、一つは、まあ引っかかり感が増すっていうことで、もう一つは、まあ、弾きが良くなる、飛びが良くなるからっていうところかなと思います。で、一つ目、その引っかかり感が増すっていうところなんですけれども、まあ、細いゲージを使うと明らかにボールのその持ち上げやすさ、引っかかる感じっていうのは強くなります。で、そのおそらく要因としては、まあ細いからストリングが動くっていうことであったりとか、もしかしたらその細いから、まあ、より変形してボールをこう捕まえるような感じが強くなるからかなとか、だからそういう感じで推測しています。はい、で、2つ目、その弾き飛びが良くなるっていうところなんですけれども、やっぱりこう細くなると、割とその、ボールを弾いて飛ばす感覚っていうのが強くなる傾向があると思います。で、逆に言うと、この飛びがあるからこそスピン量が増やせるのかなとも思います。というのも、やっぱり飛ばないラケット、飛ばないストリングっていうのを使うとですね、自然に、球質っていうのはフラットになります。なんて言うんですかね、人間勝手に調整しちゃうんですよね、どうしたって。自分では今までと同じスピン量をずっと保つんだっていうふうに考えていても、まあ自然とこう飛ばないものは回転量減らして、
飛ばすようなフラットな球質になっちゃいますというところですね。はい、そういう自動的に調整する機能っていうのが人間にはあるかなというふうに思います。で、ただ細ゲージ太ゲージのその物理的な現象の違いとかそういうのはね、正直専門家ではないので断言はできないんですけれども、まあ、体感としては少なくとも確実にスピンはかけやすくなる傾向はあるかなというふうに思います。で、次に細ゲージでじゃあ飛びを抑えられるのかどうかというところですね。はい、で繰り返しになりますけど、そもそも細ゲージって弾きが強くなるので、まあ、飛ぶように感じる人が多いかなと思います。で、その平均的なポリですね、例えば 1.25 の丸型と比べれば弾くし飛ぶしっていう風に感じる人が、大多数なんじゃないかなと思います。でなので、まあ、市場全体で出ると飛ばない細ゲージっていう表現はちょっと矛盾が生じてしまうので、まあ、同じゲージで比較した時に比較的いい飛びが抑えられているものっていうのを、まあ、今回は最後にご紹介していきたいなというふうに思っております。でもし飛ばないことでスピンが僕はかけやすくなるんだというふうに感じていらっしゃるのであれば、まあ、細ゲージではなくて太ゲージにすればいいお話なのかなというふうには思いますので、そこは、まあ一応言及しておきたいなというふうに思います。はい、まあ、ここぐらいにしておいて次2つ目ですね、まあ、横だけ多角形のハイブリッドに意味があるのかどうかというところなんですが、僕はあると思います。確かになんていうんですかね、トッププロでも、まあ、多数派ではないんですが縦にナチュラルで横に多角形っていうのを入れてる選手は実際にいらっしゃいますというところですね。で縦ならまあ確かにそのこういったフォアのスイングとかの時に引っかかり感が、まあ、角がねあるので引っかかりが強まるっていうのはあると思うんですけれども、横だけにその多角形を入れた場合はですね、思うにストリングのその動き、スナップバックを引き出すという意味はね、あるんじゃないかなというふうに思います。ただ引っかかりには関与しないかなと思いますね。はい、であとはその多角形を横に入れるメリットとしてはですね、まあ、丸だけで組み合わせた場合に比べて、なんて言うんですかね、ストリングの動く方向っていうのが、まあ、制限されやすいっていう部分はあるかなと思います。変にこう上下にずれたりはしないので、もしかしたらそれによって、すごく細かい部分でのコントロールっていうのに貢献する可能性はあるかなと思いますので、まあ、そうですね、あまりこうパワーがない人がやるメリットはそんなにはないのかなとは思いますが、逆にパワーが有り余っている人が、うまくこう横だけ、多角形にして、ストリングの動く方向を制限して、球のコントロールっていうのをより高めるっていうような使い方にはまあありなんじゃないかなという気がします。はい、そんな感じで、2にも関連するところなんですが、形の違うハイブリッドですね、組み合わせるのはありなのかどうかですね、まあ、いろんなパターンあると思います。例えば丸に六角形だったりとか、逆に多角形六角形をメインにして、三角形を横に入れてみたりとか、あとはまあ星型と丸組み合わせてみたりとか、いろいろもうパターンはあると思います。で、一つ実際の例としてですね、僕のお友達に Z さんという方がいまして、その方は縦に三角形で横に丸のポリっていう感じで組み合わせていて、まあ、引っかかり感と飛び感っていうのをうまく両立しています。はい、でポイントとしてはやっぱりその丸型は滑りがいいものを選ぶっていうところなのかなと思います。そうすることで、まあ、スナップバックも起こりやすいですし、まあ、多角形単体にはないメリット、多角形単体でやった時よりもよりメリットが感じやすいっていうところに、持っていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ただ、まあ、正直その、まあ、特にね、多角形同士の組み合わせとかになるとですね、ストリングがどう動くかとか、どういった、なんていうんですかね、スナップバックの量だったりとかっていうところで、なんていうんですかね、どうフィットするのか、どう性能を発揮してくれるのかっていうのがしにくい部分が結構あるので、正直実際に貼ってみないとわからない部分が大きいかなというふうに思います。はい、まあ丸に多角形ならまあまだ大丈夫だろうなとは思うんですが、わざわざその多角形に多角形っていうところになるとかなりこう複雑な部分になってきちゃうのかなと思います。そんな感じですね。まあ
実際に試してみるしかこれはないかなという感じだと思います。はい。で最後に、反発力が控えめでなおかつ性能維持がいい細ゲージがあるのかどうかというところのお話をしていきたいと思います。で、先ほども触れましたがあくまでも同じゲージで比較した時に若干飛びが抑えめというイメージで語っております。で、ポリッツァープロの 1.20 よりは飛ばないよねっていう、そのぐらいの感じで捉えていただけると嬉しいなと思います。でまず一つ目はプリンスのファントムタッチの18ですね。太さは 1.19 になります。でこれは来月発売予定で、適度に素材が柔らかい感じなのでホールド感があってこう、ストリングがね勝手にこう弾いてボールを飛ばしてしまうっていう感じは抑えられているかなと思います。でなおかつシリコンコーティングされているのでスナップバックも良好ですし、結構耐久性やテンション維持性も高いと思いますので、今回のその要求に、かなりフィットするおすすめの細ゲージというふうに言えるんではないかなと思います。で同じくそのポリッツァーファイヤーですね、ヨネックスになるんですがこちらもまるで、シリコン浸透型でというところで共通点はあるんですが、こちらの方がもっと軽快に飛ぶ感じが強くなってしまうので、これは落選とさせていただきました。まず1つ目はファントムタッチですね。で2つ目がトロラインのアブソルートの 1.20 でこれは六角形断面になっていて比較的しっとり感が残ってるような打球感だなと思います。で、同じトロラインにキャビアっていうのもあるんですがこっちの方が張りが強くて、パワーが出やすい印象だったのでこちらは落選となりました。はい。でアブソルートはですね多角形の良さを残しつつ適度なホールド感、柔らかさっていうのもあるので、今回のその要求にある程度応えてくれるんじゃないかなと思います。そして3つ目、ポリッツァレブの 1.20 ですね。少し食いつきがあって、八角形断面で、若干引っかかる。でなおかつシリコンで滑りもいいというところで、非常にねその全体の性能バランスがいいストリングかなと思います。でもちろんポリッツァプロと比べた時に、ホールド感、柔らかさというかですね、食いつきがいい分、飛びも若干抑えられるかなという気がします。はい、そんな感じですね。でそして4つ目はポリッツァーストライクの 1.20 ですね。でこちらレブとは違ってシンプルな丸型の断面になってます。でシリコンコーティングも特にはされてないです。で特徴としてはストリングのしっかり感が強いので、なんて言うんですかね、ストライクに関しては勝手にストリングが飛ばすっていう感じは少ないです。はい。その代わりそのしっかり感が強いおかげで強打した時にストリングがこう変形しすぎずにパワーロスが少ないかなというような感じのタイプのストリングです。なのでもともと力のある人が使うとかなりパワーが出しやすいストリングなんじゃないかなと思います。はい。パワーと飛びっていうのは必ずしもイコールではないとは思っているのでこういう表現をさせていただきました。であとはですねそのライバルとして挙げられるのが、ルキシロのアルパワーですね。もう比較的近い性質を持っているかなと思うんですがやっぱり性能維持を考えると、ポリッツァーストライクを選んでいただく方がいいのかなというふうに思ってこちらピックアップさせていただきました。ということでこちらの4つですね、ファントムタッチ、アブソルート、ポリッツァーレブ、ポリッツァーストライク、いいんじゃないかなと思います。単体でもね、特に問題はないとは思うんですが、それぞれ組み合わせてみるのもありなのかなというふうに思います。はい。ということで比較的飛びが控えめな細ゲージ紹介をさせていただきました。ということでですね、今回は細ゲージでスピン量を上げるために、なおかつ最大限飛びを抑えながらという、ご質問に回答してみました。正直本当に人によってね感じ方違う部分もありますし、正直そもそも細ゲージで飛びを抑えるっていうのがちょっと何て言うんですかね、表現的に矛盾している部分があるので、難しいところもあったんですが、僕なりに回答させていただきました。でもし何かまだ、ここってどうなのっていう部分があればですね、追加でコメントのところに書き込んでいただければと思います。はい。今後もこういった形で皆さんからいただいたご質問に回答していきたいと思いますので、何かあればぜひ質問してください。今回の動画は以上となります。ありがとうございました。